はい、こんにちは、おたみです。本日はですね、鬼滅の刃柱ゲーム編がいよいよ始まりまーす。いやーもうさ、今日一日中ずっとそわ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 して、緊急動画なんかも撮っちゃったりしたんですけど、いやーもういよいよの、いよいよ始まるよ。やばくない？ちょっともうどうしよう。どうしようもないんだけど。いやー本当に嬉しい。もういよいよ始まるのかっていうね。もう早く見たいっていう気持ちと、ああでももう始まっちゃうのかっていうのと、でもこれ始まったら終わっちゃうじゃんっていう、なんかちょっと寂しい気持ちもありつつ、いやーいよいよね、第1話が始まります。ということでね、アニメ見ていきたいと思うんですが、この動画はねネタバレを一部含みますので、この先ね見られる方はご注意ください。私はね、もう原作も読んでいて、映画もね見てます。はい、ちょっとねそれでまた振り返りつつ見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、じゃあもう早速見ていきたいと思います。うわー始まった。いやこのさ、柱稽古編の始まり方マジで最高だよね。いやまさかさ、イグロさんとサネミンが出てくると思わなかったから、いやもうこのさ、二人が出てきた瞬間マジ鳥肌立った。もう本当にやばいね。え、この廃墟もどこなんだろうね。このね、サネミンが2階に上がってブワッて火を切ってからの、後ろからのイグロさんマジでかっこいい、やばい。これも何回もねリピートしてみたいな、ちょっと。イグロさん蛇の呼吸使ってる時のバックミュージックがもうめちゃくちゃかっこいいよね。なんかなんていうの、バイオリンっていうのかな、なんかすごい滑らかな曲でね、イグロさんの方と合ってるよね、すごい。めっちゃかっこいい。この二人の共同は最高すぎる。やばい、くるくるくる。あ、来た、これ。これやばい。マジでかっこいい。これ毎回言うのかな、この呼吸の時。いや、このサネミンのさ、風の呼吸方もさ、めちゃくちゃかっこいいよね。もう早すぎて見えない。これはやばすぎる。いや、ここよ。これやばくない？無限城。この二人がさ、無限城見ちゃってるっていうさ、今後どう影響してくるっていうか、ね、どんな感じに繋がるんだろうね、話が。あー、このね、かなおちゃんとしのぶさん。なんか、かなおちゃんもさ、結構大人っぽくなったっていうか、なんだろうね、やっぱり任務とか経験して、なんか成長したのかな？すごい大人っぽく感じる。しのぶさんのこのね、頼みましたよ。めちゃくちゃ可愛いんだよね。もう、最高。あ、ここでね、そうだ、炭治郎と後藤さんのシーンになるのか。いやー、ほんとすごい戦いだったよね。もう、激しすぎたよね、ほんとに。もうこのシーン思い出すだけでもやばい。もうほんとに、何回も見てるんだけどね。はい、いよいよ来た。中央会議です。いや、こうやって改めてさ、名前が出てて、かっこいいなぁ。あやばい。ちょっとこのキューさんさ、ほんとありがとうございます。いや、だって久々じゃん。最後ね、出たの無限列車の一番最後だもんね。いや、もう何年ぶりですかって感じ、ほんとに。いやぁ、最高。このさ、みつりちゃんのシーンマジ可愛いよね。みんな目が点になってる。あ、イグロさんも。あ、骨むいくんもさ、なんか14歳でこんなに自分のことをちゃんと把握して正確に説明できるってすごいよね。私多分14歳の時何してたんだろう、覚えてないけど。こんな自分のことね、しっかり喋れなかったと思う。すごいわ、むいくん。あー。牛さんもね、なんかね、口数少ないのに余計な一言が多いっていうか、トゲがあるよね。ねえ、もう牛さん、ほんとさ、言葉足りないのよ。ねえ、不器用すぎるのよ。ほんとにさ。おー、行明さん。さすが。みんなを沈める。すごいわ。あー、久々の善ちゃん、かわいい。相変わらずだね、かわいすぎる。ねずこー、かわいい。
いやもう善逸最高だわ、もう本当に。あ、鋼塚さん。めっちゃ震えてる。あー、刀が。あー、煉獄さんの唾がついてる。いやー、これは、やばいなー。こてつくんのことも守ってくれたんだもんね。すごいよ、煉獄さんって本当に。このね、これからの稽古に向けてのね、話し合いとか、これもアニオリだよね。いや、こんなに書いてくれると思わなかったから。いやー、嬉しいわ。あー、うずいさん。久々めちゃくちゃかっこいい。厳しい。でも厳しいながらにさ、ちゃんと愛はあるからいいよね。いやー、これさ、柱一人一人の稽古もじっくり書いてくれるのかな。どうなんだろう。アニオリモリモリで書いてくれるのかな。いやー、めっちゃ楽しみ。あー、ここでね、親方様からの手紙が炭治郎に届いたんだ。そうか。あー、牛さん。悲しすぎない、この一人で正座して。あー、ここもさー、やばい。このシーンはもう本当にやばいわ。やばすぎる。あ、玉代さん。そうか。玉代さんと、忍さんが。ここで最後にタイトルが来るのか。いやー、最高の演出だね。あ、もう、エンディング、あ、早い、あっという間、早っ、やばっ。もう体感、10分とか、どんぐらいだった。いや、最高だった。いや、正直映画館でも見てるんだけど、やっぱよかったわ。何度見てもいいね。不思議だよね。だって何回もさ、映画で見てるのにさ、こんなにも毎回鳥肌が立ったり、興奮したり、感動したり、笑ったりとかっていう作品はもう自分の中では初めての経験だから、いやー、本当にね、鬼滅の刃にね、出会えてよかったです。いや、本当にありがとうございますっていう感じ。はい、ということで、第1話ね、皆さんいかがだったでしょうか。初めて見る方もいるし、もうね、何度も映画館で見てっていう方もね、いると思うんですけど、ぜひね、第1話の感想、コメント欄でね、お待ちしてますので、ね、もうたくさん、もうみんな書いてってください。また来週ね、第2話が始まりますので、もうね、もうみんなで盛り上げていきましょう。はい、ということで、本日もね、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。